勇国春子大正14年10月26日は、日本の明治から大正期にかけて活躍した教育者。女子教育の尖閣者で、生涯を女子教育の振興に捧げ、神話中学校、神話女子高等学校の基礎を築いた。摂津国八部郡東スマ村出身。代々昭屋を務める王子主の豪農の家に生まれる。祖父神材門は和官の学に通じ、 徘徊にも造形が深かった。8歳頃から7歳年上の姉岩と一緒に村内の受者であり、医師でもある小松春徳の私塾に通った。祖父の影響を受けたのか春子は学問好きになり、男子と一緒に実語教、同時教などの教科書をスラスラと読み上げたと伝えられている。しかし、11歳の時に父が急死し、 女性が学問をすることに否定的な祖母夫妻に育てられるようになると塾が良いは禁止となり、小松春徳夫人に裁縫を教わりながら、別室での春徳の講義を聞いていた。18歳の時、祖父の友人であった神戸の眼科佐伯守順に目の治療を受けた際、佐伯医師は春子が学問好きなのを知り、治療が終わると感情や理科、歴史などを数ヶ月間を教えた。 明治14年、1881年、祖母が亡くなり、姉の岩が後を受けて、骨主となった。祖母の死を機に春子の学問にへの思いを遂げさせるため、再起医師の知人の神戸の橋本菊子に、女子にも教育が必要であると姉岩を説得させ、ようやく春子の学問にへの道が開き、同年4月、境旅行場に入学した。明治十七年、百八十四年三月、 同校を卒業。成績優秀であった春子は卒業と同時に、同校の南文教場に教師として勤めた。明治21年に神戸元町に開校された神話女学校の教師となるよう依頼があったので、同校教師となった。しかし、明治24年、同校は閉校となり、春子は上京して、教立女子職業学校で学んだ。明治25年9月、春子は帰京し、 私学開校の思いを実現させるために、姉岩から資金を得て、神戸修山残手6丁目にあった約30坪の廃児の後に、再び神話女学校を開校した。僕へ以降の娘である、僕田え玉は、同校の最初の外国人女生徒であり、卒業生である。開校時、わずか2名だった生徒は、明治28年には39名になり、神戸修山残手7丁目に、 仮校舎を建築、その後生徒数の増加に伴い相次いで新校舎を建てていった。明治43年、春子の実家の個人経営であった神話女学校を財団法人に変えることとし、財団法人神話高等女学校を発足させた。翌明治44年3月には実家高等女学校も併設させるなど、学校の発展に尽くした。ありがとうございます。